難読地名。普通は読めない日本全国の地名問題が全部で47問です。では始めましょう。第1問、これ何と読む？正解は美媒師でした。第2問、これ何と読むでしょう？正解は弘前市でした。第3問、この漢字何と読むでしょう？正解は八幡平市です。第4問、この地名何と読む？正解は登米市でした。第5問、これ何と読むでしょう？正解は男鹿市でした。第6問、これ何と読むでしょう？正解は佐賀江市です。第7問、この地名何と読む？正解は郡山市です。第8問、これ何と読むでしょう？正解は行方市でした。第9問、これ何と読むでしょう？正解は下野市でした。第10問、これ何と読む？正解は安中市でした。第11問、これ何と読むでしょう？正解は加須市でした。第12問、この漢字何と読む？正解は八街市でした。第13問、これ何と読む？正解は秦野市でした。第14問、この地名何と読む？正解は福生市でした。第15問、これ何と読むでしょう？正解は糸井川市でした。第16問、この地名何と読むでしょう？正解は滑川市でした。第17問、これ
これ何と読むでしょう。正解は白石でした。第18問、これ何と読む。正解は鶴ヶ市でした。第19問、この地名何と読む。正解は笛吹市です。第20問、これ何と読むでしょう。正解は安曇野市でした。第21問、この地名何と読む。正解は水波市です。第22問、これ何と読む。正解は熱海市です。第23問、この地名何と読むでしょう。正解は常滑市でした。第24問、これ何と読むでしょう。正解は尾鷲市です。第25問、これ何と読みますか。正解は米原市でした。第26問、この漢字何と読むでしょう。正解は向こう市でした。第27問、これ何と読む。正解は片野市です。第28問、これ何と読むでしょう。正解は朝子市でした。第29問、これ何と読むでしょう。正解は御所市でした。第30問、この地名何と読むでしょうか。正解は御坊市です。第31問、これ何と読む。正解は米子市でした。第32問、これ何と読むでしょう。正解は江津市です。第33問、この地名何と読む。正解は美作市でした。
第34問。これ何と読む？正解は三好市です。第35問、これ何と読むでしょう？正解は防府市でした。第36問、この地名何と読む？正解は鳴門市です。第37問、この地名何と読むでしょう？正解は坂出市でした。第38問、これ何と読むでしょう？正解は今治市でした。第39問、この地名何と読む？正解はすくも市でした。第40問、これ何と読む？正解は宗像市です。第41問、この地名何と読みますか？正解は伊万里市でした。第42問、これ何と読むでしょう？正解は諫早市です。第43問、この漢字何と読む？正解は八代市でした。第44問、この地名何と読む？正解は木月市です。第45問、これ何と読むでしょう？正解は延岡市でした。第46問、これ何と読む？正解は指宿市です。第47問、最後の問題です。これ何と読む？正解は富城市でした。